僕も竹村さんも曲がりでバナナの前田社長もジョーさんも参加します。曲がりでマジ牛タン加盟説明会 in 大阪ということで、はい、前回、東京で、曲がりでマジ牛タンの、説明会しましたね、はい、いつでしたっけ、6月の26日です ね、はい、多くの人に来ていただきまして、はいはい、30人ぐらいですか、まあ、そうですね、結果はそのぐらいでしたね、はい、に前田さんも、はい、ジョーさんも面白いお話聞かせていただきましたし、まあね、こういう未来像なんだなというのが分かりましたしね、さらにやっぱ目玉はね、牛タン丼とあの実際の牛タンが振る舞われまして、ね、はい、僕牛タン丼は3杯、牛タンの皿は8枚ぐらい食いましたね。ありがとうございます美味しいねやっぱね。ありがとうございます。だからね、もちろんデリバリーだったりするから、はい、デリバリーの場合はでもちょっとね落ちるのかもしれないですけど、うん、出来たては美味しいね。そうですね、はい、本当にまあまあ美味しいもの食べてる僕があれだけ食べましたから。ありがとうございます。でさらに今回はあれですよね、あの飲食店がメニューとしてもね、はい、いいんで、そしたら同じクオリティの味が出ますよね、はい、うん、でもどうやったらあの美味しい味が出せるかっていうのは今回の企画の重要なところでしたね。あの説明会でもありましたけど、ジョーさんどうでしょうか。前回かなりの人が集まっていただいて、本当は100名分用意したんですけど、うん、結果まあちょっと、まあ、30人前後ぐらいになっちゃったんですけど、うん、まあ、かなりなくなって大好評で、ね、ちょうどよかったなと思います。ちょっとね、加盟説明会はね東京駅周辺じゃないところでやったからね。そうですね。そうするとやっぱやる気のある方しか来ないですよね。そうですね。ね、けどすごいいい場所でしたね、はい、あのキッチンもついてて、で大阪でもあのそれ同じことをやろうと思ってまして、あのキッチンまたついてるんですか。キッチンもついてまして、牛タン丼と牛タン焼きがもちろん食べれます、ね、ぜひね大阪の近くの方ね、あの牛タン食べにね、はい、そして東京の方でもあの、参加しそびれた方、7月9日土曜日、13時から、こちらですね、大阪港駅周辺ですね、徒歩2分ところで、やるみたいなので、僕も竹村さんも曲がりでバナナの前田社長もジョーさんも参加します。ちょっとね、あの告知が遅くなっちゃったんで ね、少人数になっちゃうかもしれないですけど、はい、ぜひ大阪の方にもあの参加してほしいなと思って急遽取ってますね。ありがとうございます。どんな方に来てほしいですか。そうですね、まあ、前回もそうだったんですけど、熱を持ってあの全国に一緒に牛タンを広めていっていただける方に来ていただきたいなと思いますので、はい、ね、ジョーさんもね、あの意外とね、あの令和の虎とかではね、あの口下手な感じですけどその説明会はね、やっぱね、牛タンとかの YouTube マーケティングとかの話でね、あの得意分野だからね、よく喋ってましたね。ちょっとお褒めいただいて。いやいや、令和の虎ではね、私はね、あんまり喋ればいいのにってね。マイクもね、なんか音割れてるからバンバン喋ってね。本当ね、いやね、いつもなんかこんな感じだけどね、もうバンバン喋ってて、はい、前田さんはいつも通りトークリってね、はい、竹村さんの話も面白かったしね。はい、なんで、まあ別に前田さん目的でもいいし、竹村さん目的でもいいんでね、コアな人がいれば僕目的でもいいんでね、なんなら牛タン目的でいいんでね。はい、ぜひね、あの食べに来てほしいと思います、はい、大阪で7月9日土曜日23時から、もしよかったらこちらのフォームからお待ちしてます、はい。